メリカン。ゆなちゃん、のなちゃん、助けて。変身。メルキッズクラブ。今日は何して遊ぼっかな。のんちゃん、ジェラート食べたい。ゆなもん。ねみだちゃん、お兄さん。じゃあジェラートに混ぜた果物を紙粘土で作ってみようよ。オッケー。それじゃあ早速作ってみよう。おー、ジェラートに混ぜたい果物を作ってみてくださいね。ゆなりんご。のんちゃんはさくらんぼ。ジェラートって何？アイスみたいなやつ。ちょっとって言った。紫になるんだよこれ。リンゴ完成。完成。なんかさ、虹みたい。アメリカン。壊れちゃった。アメリカンチェリーだよね。あ、本当にジェラートを作りたくなってきちゃった。わかる。二人とも大変。キャサリンが、ゆなちゃん、のなちゃん、助けて。あ、キャサリン、なんかいつもと違うね。暑すぎて夏バテになっちゃったんだよ。何か冷たいものを何か食べないと。ガク、冷たいもの何かないかな。のんちゃんも冷たいもの食べたい。ゆなも。あ、じゃじゃん。2人ともこれを使って冷たいジェラートを作ってみましょう。イエーイ。これは凍った果物を使って美味しいジェラートが作れる機械です。はい。それじゃあ暑い日にぴったりなジェラートを作ってキャサリンを助けてあげましょう。おー、じゃあ今回は夏バテのビタミン不足を補うためにじゃじゃーん、凍った果物を準備しました。キャサリンを助けるためだな。そうなのです。はい、というわけで早速キャサリンが元気になれる美味しいジェラートを作っていきましょう。うん、じゃあせーので使いたい果物選んでください。せーの。ゆなちゃんは何ですか？マンゴーです。ゆなちゃんはフルベリーです。ゆなちゃんから作っていきましょう。2、2、3。じゃあこの専用の容器に牛乳を凍らせたのでこれを1つ入れてください。1つだよ。はい、じゃあこれを使って材料を押していきましょう。あ、出てきた。で、押しながらハンドルを回してください。うん、ちゃんと回す。1回果物3切れと牛乳1かけら分でカップ3分の1ぐらいできます。2人でちょっと食べてみましょう。一口ずつ。せーので。おいしい。よし、じゃあ次はのんちゃん作ってみましょう。じゃあのんちゃん、ここに8個ブルーベリーを入れてください。いいな、8個も。もうこれブルーベリー味できました。はい、じゃあ味見してみましょう。せーの。おいしい。おいしい。2人とも美味しくできましたか？はい。じゃあ次は1種類だけじゃなくてこの果物を混ぜて作ってみましょう。イエーイ。ゆなちゃんはどの果物を混ぜたいですか？ゆなはブルーベリーとイチゴを入れます。のんちゃんはブルーベリーとマンゴーを入れます。よし、じゃあ果物混ぜて作ってみましょう。おお。のんちゃん作ります。2、3、4、1、2、
しましょう。おい、切れちゃった。おう、2、3回やるとカップ1杯分作ることができます。ブルーベリーとマンゴーのジャラート完成。次はゆなが作ります。これでもいいんじゃない。入れます、はい、できましたね。はい、じゃあちょっと食べてみましょう。せーの、いただきます。おいしい、おいしい。2人ともおいしくできましたか。はい、よし、じゃあ今夏バテで倒れてるキャサリンに早速食べさせてあげましょう。トコ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 、キャサリンジェラート持ってきたよ。ありがとう。召し上がれ。パク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 。お味はどうですか。うん、うん、うまーい。なんだか三期より元気が出てきた気がする。二人ともありがとう。ニュー、どういたしまして。ニュー、夏バテにならないようにちゃんと飲み物を飲んでね。飲んでね。はい、今日はフローズンスムージーパーティーでスムージーを作りました。ブルーベリー味が美味しかったです。キャサリンの夏バテが治ってよかったです。最後まで見てくれてありがとうございます。みんなもフローズンスムージーパーティーでスムージーを作ってみてね。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。Twitter、LINE@、Instagram、Facebook もやっているので、ぜひチェックしてください。